はい、皆さんどうもおはようございます。おはようじゃないですね、今日は、こんにちは。最悪、竿先が当たった。10時52分です。10月31日。はい、うわー、ティップがーって感じ。大丈夫かな、ティップ&ラインが葉っぱに擦れちゃった。葉っぱだったら別にいいんですけど、昨日巻き直したばっかなのにティップが心配。まあでもなんとかその草が若干クッションになったかな。大丈夫そうですかね。ああ、はい、新しいシステムを昨日組み直したばっかなんで気合入れていきます。トラブルはちょっとありましたけど、本当この P ラインって一瞬でよくこんなに絡まったなってぐらい絡みますよね。すごい技術ですよね。はい、見ていきます。水温です。19度。本当に19度。待ってて、これ温めたら上がってくんでしょうね。ちゃんとずっと19度なんですよ最近。ああ、上がってってますね。僕のパワーを感じてます。20度ぐらいになってきました。ああ、ちゃんと動きますね。19度で安定してるってことですね。じゃあそう信じますよ。キュエドさん、荒川さん、よし。いやー、僕この間ね、言い忘れたんですけど、言い忘れたっていうか無理に報告する必要もないんですけど、このジャンパーって言っちゃいますよ。ね、ちょっと古いですよ言い方が。ジャンパーですね。ジャンパーと、なんだこれ、置いといたんですよ、暑かったから。下へこの岩のところにポンって、ちょっとこの土が嫌だったから。で、正確にはこれじゃないですけどね、アブのジャケットだったんですけど、置いといて、じゃあ釣りが終わって帰って、お店のシャッターを開けたんですよ。そしたらポトってなんか落ちたんですよ。うわ、ゴキブリかなと思ったらフナムシだったんですよ。だから僕のこのジャケットの中にどっかにそのフナムシが入ってて、それでフナムシが落ちたんですよね。うわー、気持ち悪いと思って、気づいたらこれなんかこんななってたんですよ。これ見えますか、これで、ここすごい触ると、この黄色いとこ触るとチクチク痛いんですよね。これ噛まれたのかなと思って、噛んだにしちゃでも内身とは違うんですよ明らかに。ここだけプクッと違うんで、毒とかあんのかなとか調べたんですけど、まあ、噛むことは稀にあるらしいですけど、まあ、毒はねないと思うんですが。はい、今日はちょっと思考を変えてスラムドッグモンスターの黒、ちょっと痛い、踏んだり蹴ったりだ、後から昼から忙しい。はい、やっていきますよ。今度は自分が転ばないように一番気をつけなきゃいけないのは今日のお腹の調子と靴の下についている弁慶の油。昨日弁慶っていうラーメン屋さんを夜中に行ったんですよ、夜釣りの帰りに。あ、濁り方こんな感じです。ちょっと濁ってますね。あ、でもこれ触れ通ったからかな、今ちょっと増したかなって感じはしてますね。で、餌釣りの方が今日非常に多いです。投げ竿を3本4本出してる人が非常に多くて、上流側にアングラさんが、ルアーマンが3、4名って感じです。で、浦安側も相変わらず空いてます。空いてますけど、1、2、3、4、5 5名ですね、上流側は。で、下流側は1名、2名ぐらいかな、2名ぐらいしか見えないですね、見える範囲では。2、3名ってところですね。はい、ではスラムドッグモンスターのブラック、これで行ってみたいと思います。まあでもそんなに濁りかかってないと思います。今たまたまこれ船が通ったからだと思いますよ。よし、ベイトタックルと悩んだんですけど、でメガドックまでやろうかなと思ったんですが、 P ラインが 2.55 なんで、プンとこうバックラした時にあっという間に 2.55 じゃ切れちゃうんで、高切れしてしまうんで、ちょっとねダメだと思って、リールに乗せ替えるのもちょっとめんどくさかったんで、普通に最近よく使ってるこの
富士 RS のデザイア 95MH にセルテート 4000CXH できてます。壁がなくて非常に釣りやすいですが、ちょっと流れが速いですね。よし、暑かったんでもう上着すぐ脱いじゃいました。いや秋だったら一発この日中でもね、あポカンと出てくんないかなって気はするんですが、今ね SK さんが H の方からやってきたみたいなんですけど、不発だったということです。ただ今弁慶の呪いが今僕のお腹にね、帳が降りてるんで、お腹に弁慶のちょっとこれ H の方行っちゃうとトイレから離れるっていう呪いが発生して、逆にトイレ行きたくなっちゃうんですよ。逆にっていうかトイレ行きたくなっちゃうんで、どうしようかな、もうちょっとお腹の様子見てから H 行こうかなと思うんですけど、あんまり大きすぎるとこの H の推進がなくなっちゃって打ちにくくなるんで、ちょっと難しいんですけどね。階段から見たらここにやってたアングラさんがちょうど1名ね、移動されたんでここに入らせてもらったんですけど、シーバス線ですね。はい、こんな感じで、今日は1時間ぐらいか1時間半ぐらいを、ね、目安にちょっとやっていこうかなと思っております。はい、ではこの後もなんとかトップ縛りでいくと思いますけど、出せるように頑張っていこうと思います。鉄板とかもねちょっと使うかもしれないですけど、はい、では休日をのんびり過ごしたいと思います。ではまた明日よろしくお願いします。この後も運が良ければ復活できるように頑張ります。はい、ちなみに昨日の夜荒川、T さんと一緒にですね回らせていただいて、2人ともノーバイトでした。あんまり釣れてる方はほとんど見てないですね。片井橋周辺やったんですけどダメでした。失礼いたします。